想像の意味が法制原理の代表者宗目社会ベースは父と子と精霊と父と子として唯一の神の宇宙の意味を英知に使える二胸を一体表現がしかも数を取られた。まあ、ここを読ませていただいた時に、やはり確かに宗目社会はイエスこそ神の子です。神の子でございます。お受けいたしました。すべてのものとともにお受けいたしました。この祝福がすべてのものに分け与えられますように、主に委ねます。納めてください。我らの神の子となら、御言葉を賜りましたことを感謝いたします。全ての人のともに感謝をいたします。アーメン。この御言葉を成就してくださいましたことを感謝いたします。全ての人のともに感謝いたします。アーメン。我らの神は王となられた。この空中の剣の歪みをもて作り主に反する力による人々の営みを惑わしめた者、また惑わされた者の神への意義、向き、従事の死と滅びを、我らの神の王、主の社会イエスによって許したのです。シャローム、シャローム、シャローム。創造の意味、母性成就を知る人と蘇るように譲渡し、一体性に結ばれ、安ない相手を呼ぶように、父に御霊を委ねます。我らの核を取り上げた、さめ、祝福はなのと、あーめん、委ねます。地上に生まれたものは反作用の力によって収められている。これは上から出ながら力である。反作用の無印が変えらなければ変えれない。それに立ち会ったのが、見返るか売りへと出されたものを身に受けて、命の木の道を守っているのが見返るか売りへと。現在はこのことである。イエスが審判を受け、追放された流れがイスラエルを通し日本まで来ている。イスラエルが神父のもといを継承しようとしてノアの時選別された。良いものと悪いものは神に帰る。私たちが生まれた原理、原理を見える世界に求めてはならない。属性パラダイスに現在がそこに生まれ、10月23日主は無限の地に勝利者としておいでになる。地球に来た人々に対しては無罪とすると言われた。地球上に来た全人類に対しては知らないでは済まされない。罪を問うことをし、地球そのものを解放する。地球上といてという刑務所がなくなる。諸元素万物を並びにかけていたものを解放し、神の名の支配をイエスによって収めていただき、祝福を与えられ、創造の意味を表現をするものとすると、見栄えるか不自由に見せてください。創造の可能のない終わりのない神の一日一日の完了の一日を主に感謝いたします。触覚として、召し上がりを見ながら、ミハイル・ガブリエル音声令は来ている。平成10年1月30日、新兵会議に入り、2月1日、新兵会議に入り、2月4日、教会に2回の身胸を委ねた。罪は無敵な言葉であり、そこまで浸透してきた。滅びは崩壊の方が強い。アーメン。みんなが時間の方を用途にお使いください。使いさせていただきます。みんなの痛みを食べてください。我々の痛みは、どうなるのか。アーメン。以上。